ハブタエモノアラガイ、ハブタエモノアラガイ、ハブタエモノアライガイ。学名スドセクシニアコリアメラは、有配メモノアラガイ科に分類される1センチメートル前後の淡水性の巻貝の一種。北アメリカ原産だが、20世紀中にヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリアなどに人為的に分布を広げ、日本でも外来種として野外繁殖している。 ハブタイモノアラガイ族スドセクシニアカイシーベーカー1908のタイプ種、模式種で、この族には本種一種のみが知られる。族名は、スド、ニセノ、サキシニアで、一見、オカモノアラガイ類のあるものに似ていることに由来し、種称名はコロンナ、ハシライラ、縮小時で、小さいハシライコールキガイの空軸の意で、おそらくは、オカモノアラガイ類に見られない。 明瞭角軸があることに由来する。和名は、布目状を呈する角表面を歯舞台に見立てたもの。殻高1 0トル前後、殻幅5ト、mm、ル前後の長玉子型で殻口は、大きく、殻高の6割から7割ほどを占めるが、螺頭もそれなりの高さがあり、物あらがいに比べると、全体的に細長く、陸生の岡物あらがい類に似る。殻は一般に薄く、 指でつまむだけで潰れてしまうこともある。他の炭水性の優敗類と同様、蓋はない。殻色は、飴色茶色でやや透明感がある。角表には、比較的明瞭な、細かい成長脈を刻むほか、殻側には、微細な毛の列が螺旋状に多数あり、これが、成長脈と交わって一見布目状に見える。これは、本種の特徴の一つとなっており、和名の、 歯舞台はこの様子から名付けられた。しかし、老性個体や環境によっては、猛烈が真滅して、布目がほとんど見えなくなっているものもある。へそこは開き、軸唇は、物あらがいや、ひめ物あらがいなどと比べ細い。体は、やや透明感のある、くすんだ灰色クリーム色で、細かい単色の反転様のものが多数ある。外膜の外は個体によって単色であったり、 黒い斑紋が広がっていたりするが、生きた個体ではそれらが、飴色の半透明の殻を通して見えるため、外頭膜の色によって、薄茶色に見えたり全体に黒っぽく見えたりする。他のものあらいか諸子と同様、触角は平たい三角形で、その基部内側付近に目がある。頭部の内方には、死絶のとその周辺組織が赤っぽく透けて見える。 生殖器の陰形と陰形状とは、非常に短く、サーカベーラム、肉屋イコール陰形状の方皮内開口部にある、肉質の隆気は大きく発達する。油性管に付属する、節後線はあまり膨らまず細長いサツマイモ型で、その回帰には縦溝、表面が内部に折れ込むことで形成されるもので、その有無などが族の特徴の一つとなるがなく、上端には副能がある。 死絶の側場は三派尖り。これらの特徴のうち、特に生殖器の形態は、物アラガいかの分類や同定で重要なものと考えられているが、戦術の通りタ舞モ物アラガいは、本属の唯一の原生種のため、これらの特徴は種の特徴であると共に属の特徴とも言える。有肺類であるため原則として、空気呼吸をするが、おそらく水中では、皮膚呼吸もしている。 空気呼吸は、体の左上付近の外頭膜が変化した呼吸口を水面に開いて行う。この呼吸口は、水中では、肉質の弁で閉じられている。死有動体で、他個体との交尾による、受精のほか、自家受精によっても繁殖し、その場合でも、近交劣性が認められないという。また、飼育実験では、ペアの個体よりも単独個体の方が大型になり、 産卵数も多くなる傾向があるとの結果があり、このような性質が世界各地の移入先で急速な分布拡大をする一因であると推定される。他のモノアラガイ類と同様に卵解を水草などに産み付け繁殖する。餌は主に藻類などを食べるとされる。生息場所としては、溜池や沼、水路など止水域、半止水域の水面付近を好み、 水面上の枯れ草やコンクリートなどに付着していることが多い。地には水面より上の側溝のコンクリート壁や水槽の壁などに登ることがあり、そのまま脱水症状で死んでしまうこともある。このような行動についての全てはわかっていないが、捕食者がいる場合に水上に逃げ登ることは知られている。ある程度の水質汚染や不栄養化には耐えうるようだが、 酒巻貝に比べると汚染には弱いと考えられている。これは酒巻貝が市街地の溝などにも見られることがあるのに対し、本種がそのような場所にはほとんど見られないことによるが、酒巻貝は速攻のデトリタスや浄化層内のバクテリア層ども餌にして繁殖できるなど、両者の植生の違いも幾分かは関係している可能性がある。 また他のモノアラガイ類と同様、ファシラエパタカなどのカンヒル、カンテツの中間宿主になることでよく知られている。常実の通り北たアメリカ原産だが、およそ1970年代までには、中南米、ヨーロッパ、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドなど世界各地に人や物の移動に伴って移入され、各地で急速に広がった。日本にもやってきたが、 観賞用の水槽等の移動に伴って外来したのではないかと推定されているだけで具体的な外来ルートは不明である。これまでに知られている日本最古の記録は1977年4月19日の群馬県館林市の山川で採取されたものである。その後、同市に隣接する板倉町や名和村などでも見つかり、それらは種名不明のまま。 レイディックス SP として1980年に初めて報告された高橋1980。これについで1980年3月27日には、滋賀県大津市片田の琵琶湖畔の小さなため池でも複数答えがつかり、疑問符付きながら初めてスドセクシニアコリアメラと同定され、羽豚絵物あらがいという新しい和名が付けられて報告された品川。 1981和名が付けられてからあとは以前よりも人々の注意を引くようになったことや分布が拡大しつつあったことなどから日本各地で多くの生息が知られるようになった。しかし当初の発見の状況からおそらく1970年代後半にはすでに日本各地にある程度広がっていたとみられる。2000年代諸島では関東を中心に東北以南中国、 四国の各地に広く分布しており、現在も分布は拡大しているとされる。その他、羽舞台ものアらがいに似て体が2 0ト、mm、ル近くになる大型のものは別の外来種とされるが、詳細は不明である。大きさなどから何かに利用されることは、ほとんどなく、平家ボタルなどの餌として与えられる程度である。むしろカンヒルの中間宿主となったり、北米以外では外来種として、 既存の生態系を乱す恐れがあるため、有害種とみなされている。モノアラガイカは世界中に分布し、これまでに数百の種が記載されてきた。しかし同種であっても、環境などによって外見が大きく変化することがあり、そのような変異型に名前が付けられたケースも多い。その一方で、外見で区別ができなくとも、生殖器などの内部形態を詳細に見ることで、 初めて別種であると判明する例もあり、モノアラガイ類の分類には未だに不明瞭な部分も少なくない。しかしハブタイモノアラガイの場合は、外見上の特徴も比較的明瞭で、現在では一族一種と考えられているため他の種にあるような分類の問題は少ない。ただしハブタイモノアラガイ属スドセクシニアをリンニアのア族としたり、ア族を認めず単に、 リンギアの学名が使用される場合があるが、これらは何らかの意図があってその学名を使用しているというより、単に古い文献などを印象してそのまま使っている場合も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。